豆キュン。人体探検、浜だらかの襲撃。博士、病原菌が現れました。ナノレーザー。違う、それは白血球と血小板だ。はい、よかった。ケビン、ソフィー、静脈をたどって心臓を通り動脈に行って。はい、博士。でもサムが病気のせいか血が濁っています。心臓に入る静脈と赤血球は二酸化炭素や老廃物を運ぶからだ。もうすぐ心臓に入るぞ、よく調べろ。あ、急に血の流れが速くなりました。うわー、すぐに心臓だ。心臓が動いている時に左心室から動脈に沿っていくんだ。すごい速さだわ。あ、博士、赤血球が変です。原虫に感染したな。必ず捕まえるんだぞ。はい、はい、ナノ熱レーザー発射。博士、原虫が2倍に増えました。あ、これじゃあ赤血球が全て壊されてしまいます。熱のせいで増えたようだな。それなら、博士、冷凍レーザーを使ってみます。冷凍レーザー発射。よかった。また動き出さないようにハンマーガンを使うよ。わかったわ。この悪い菌で動かないで。ケビン、ソフィー、よくやった。いいぞ、毛細血管の傷から外に出るんだ。博士、毛細血管に到着しました。わかった。ふう、博士、何するんだよ。まさかその針で僕を刺すんじゃないよね。目ざといやつめ。博士、ナノカプセルがまた心臓の方に流されているようです。サム、すまない。へい、傷よ、ナノカプセル発進。出てきた。ふぅ、博士、ひどいじゃない。そんな大きな針で刺すなんて。ケビンとソフィーを助け出そうとして、つい。何言ってるの？博士！ご苦労さん、ケビン、ソフィー。じゃあ、この映像を見てごらん。家々を回って、顔を離す者たちがいる。まあ、この人たちが。博士、私たちが捕まえます。ケビン、早く行こう。ああ、じっとしていろ。バランスが取れないじゃないか。なら、お前が台になればいいじゃないか。うわあ、動くな。はっ、またお前たちか。まさか、この瓶に何が入っているのか知らないわけないよな。浜だらかだ。そこから一歩でも動いたらすぐに顔離すぞ。ケビン、動かないで。怖いようだな。モンスター CC を持ってこい。モンスター CC を持ってこい。違うだろう、お前が持ってくるんだ。わかった。持ってきた。少しでも動けば話すからな。なんて。じゃあな。じゃあな。うわ。大
メ。ナノロープ装着。うわあ。へい、掴んだわ。うわ、さっさと逃げるぞ。うわあ。早くボスに連絡しろ。お前がすればいいじゃないか。まぬけなやつらめ。チャンネル登録してね。